もうちょっと体調がちょっとおかしくなってきたんで、もうちょっとこれはもう限界かなっていうところで退職した感じですかね、うん、でここのジムを作るきっかけになった、医療廃棄物の収集運搬の会社ですね、株式会社近藤に入社っていう感じですかね。そこにはどういう形で入社されたんですか？でも本当にね、これたまたま職安に行って、職業安定所パソコンで見てて、うん、何を基準に選んだか覚えてないですけど、まあ多分当時は、まあ、お金よりも、もうとにかくもう体がちょっとやばかったんで、まあちゃんと安定した休みがあるっていうことと、勤務時間もそんなにタフじゃない仕事をとにかく探してたような気がします。うん、でたまたま見つけたのがその会社ですね。うん、まあそこって本当に運命ですよね。そこでその会社選んだことで今のジムがありますからね。はい。なので、まあ、知らない方もいるかもしれないですけど、もともとこのジムっていうのは僕が当初からオーナーではなく、その会社が、当時の社長が作ってくれたジムなん で要はいわゆる最初は僕は雇われ店長みたいな感じですよね。ただまあ自分の名前を看板にしてるジムっていうだけで、まあ、当初からオーナーだと思われてる方いたかもしれないですけど、当初は違うので、去年の4月から自分がオーナーになってるんで、なので僕はもともとジム自分で作ろうなんて気全くなかったんで、その会社に入っていっても、その社長がいなければ、全くこの話上がってこなかったですからね。やっぱりその会社に選んだのがもう運命ですかね。今になって思い返すと、どうですか？今、今オーナーになってから1年半ぐらいやられていて、うん、もうYouTube のチャンネルもできて、なんかもう完全にそのジュラシックアカデミーっていう名前がもうほぼ木澤さんの名前のジムであって、はいはい、なんか知らない人にしてみると、昔からこの畑でやられてて、長くジムやられてっていうのは印象だと思うんですけど、はい、ひょっとしたら今もトラック運転して夜3時に家出てたかもしれない。本当そうですね、うん、僕が本当に今になって思うのって、まずはやっぱりどんなことやるにしても、こうまず自分がそこに行ったらそこのやり方に従う、ね、修行時代じゃないですけど、やっぱりなんかあって不満があっても我慢して、そこは自分がまずはこう合わせていく。でそうすればあとは自分のこうポリシーだとかね、こう貫くものは貫いてやっていく。まあ僕でやればどんな仕事しながらでもトレーニングだけはやり続けるっていうスタンスだったんで、そういうなんか持ってると、やっぱり周りから絶対にいろんな人がこうサポートしてくれるようになってくるんですよ、世の中って。それを本当にひしひし感じますよね、この年になってやると、うん、だからもう若い子とかにも本当にこうなんかありますよね、よくこう会わないから会社辞めるとかじゃなくて、やっぱり自分がまずはこう我慢していくっていうのが大事だと思います、そこは、うん、そうすればだん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 いろんな人が応援してくれるようになったり、サポートしてくれるようになってして道が開けてくるっていう、まあ、僕はねそういう人生を歩んできたんで、なんか自分のこうやりたいことと、一方ではこう合わせること、周りに合わせること、この両立っていうのは大事だと思いますよね、うん、その時々にいろいろな選択っていうのがあったと思いますけど、うん、今木澤さんが過去を振り返って、あの時にこうしとけばよかったなっていうのってありますか？僕は何もないですね、これはね、運が良かったとかじゃなくて、なんか考え方だと思うんですよね、要は自分が選んだ道でしょ、だったら我慢しろよとか、不満があってもちょっと耐えろよとか、そういう僕はまあ感じなんで、だからその置かれた状況に対して不満はあったとしても、それを噛み砕いて自分の選んだ道でしょっていうね、まあ、トレーニングもそうですよね。辛いことがあってもやめればいいじゃん、好きなことやってんでしょってなるじゃないですか、仕事だってそうですよね、自分で選んだ会社じゃないですか、ね、そんなはずじゃないって言ってもね、そこは自分で選んだ道なんでね、って思いますよ、というわけで。